どうもコミです。さて本日はですね、イエティに関して動画見ていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマはですね、失敗のところになります。合計3本見てほしいんですが、2本はイエティの失敗で、1本は逆にまあ成功例という形で、収めていきたいんですが、イエティって皆さん、そのまあまあ中央にこうドカンと流し込めば、あとは惰性で全開まで行ってしまうっていうようなね、まあそういうものすごい突破力を持ったユニットで、守る側からすると止めようがないような印象を受けるというふうに思うんですけども、これをね、逆にそのどういう時失敗しちゃうのかっていう、そこを抑えておくことによって、攻め手側としては同じような失敗で痛い思いをしないように、守る側としてはじゃあどう守るかっていう、そこのねアイデアになってくれたら嬉しいなと思って、本日この収録をしているというところになります。で、1本目はですね、これ新高山登さんのアタック見てほしいんですが、まあ今回ですね、失敗メインに出すその先頭バッターが新高さんっていうことで、ちょっとね、誤解ないように言っておきますと、今回新高さん、7回攻めたそのリーグの中で、前回5本という、まあ、ものすごい MVP 級の仕事されてるんですけど、ちょっとごめんなさい、今回はですね、悪意があるわけでは決してないんですけども、あくまでも皆さんの参考になればということで、そんな新高さんでも失敗してしまう例っていうのが、まあ、こういう時なんですよ、ということで、今回ね、この失敗例を挙げさせてもらっております。まあですね、本当に、よく失敗をされる方っていうことではないので、そこだけはね、間違えてほしくないんですけども、まずはここ、グランドボディのオデヒーで、このインフェルノタワー狙ってきますね、インフェルノ。アドバンテージかなりいいですね。ギリギリグランドボディが倒れる瞬間に、レイジかけることによって、このレイジの効果を存分にグランドボディに与えていってますね。さらに見逃せないのが、このボーラーによる、ごめんなさい。このボーラーによる、迫撃砲の破壊、さらにイエティ2体出していって、こっちのカットをこうやっていきますね。主力はイエティこっちに流し込んでいくという格好になってますね。非常に序盤のサイドカットうまかったんで、イエティがですね、ほぼ全てっていうか、まあ全てですね、完全に。中にこう入っていきます。ちょっと一瞬それかけたようにも見えましたが、投下弊社を出していることによって、4次面のカットができてますね。ただ、ここからですね、ちょっと、思いのほかイエティが進まない、その理由を見てほしいんですが、イエティが束になって中心に入ってます。だいぶ順調そうに見えますよね。後部のタイミングをまあまあ、ここで打つのがもう、かなり火力が高かったんで、おかしいとは決して思わないんですけども、ポイントは多分このギガインフェルノですね。これちょっと見てほしいんですが、ギガインフェルノの、効果によって、ミニイエティがですね、こう放出されるんですけども、これ、みんなここで、消されていってしまうんですね。イーグル砲に届くミニエティが非常に少なかったのは分かるでしょうか。ミニエティの体力って合計400しかないので、この、なんだ、ギガインフェルノ、毎秒300のダメージ与えてきますから、1.25 秒ぐらいで溶かされちゃうんですね。で、これの外周をずっと歩いていると、イエティの放出したミニエティが全然仕事しなくなっちゃうと。これが1個目の、ミスにつながるパターンです。これですね、ミニエティでおそらくこのギガインフェを壊そうというふうに、また、ミニタカさん考えてらっしゃったんだと思うんですね、このジャンプの位置からすると。ただ、ミニエティがそこに届く前にやられてしまうっていう、ものすごい、この高火力のギガインフェに対してのその相性の悪さっていうのがここで出てきちゃったかなと、いうふうに思いました。まあ、今回皆さん、そのイエティを使うときって、イエティそのものの高体力、高破壊力っていうのも、まあ、さることながら、ミニエティが、まあ、放出される7体か8体です。7体かっけな。で、その、ミニエティの仕事をかなり、期待してるところ大きいと思うんですね。ただ、それをこのギガインフェルノとか、あと、ここにあった投石機ですよね。こういうののアタック、あとは、ウィズ島やインフェルノもそうかもしれないです。が一斉に襲いかかってくることによって、ミニエティが施設に届く前にバタ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 やられちゃう。という、この状況っていうのが、一つ目、やっぱですね、思ったほど伸びさせないような環境を作る、パターンになってくるのかなというふうに思います。で、二つ目ですね、二つ目はちょっと私のリプレイ見てもらいたいなというふうに思うんですけども、その前にこれ見ていきましょうかね。新高さん、今18星を取ってると。今星1の動画見てもらいましたから、7000中5000全開取ってる計算になると思うんですね。この動画の中では、失敗例で、本当にご本人には申し訳ないんですけども、そういうところにイエティは気をつけた方がいいよという話で、
もう一つ私のこのアタックはですね、ここオデヒーでこう削っていきます。でさらにここはライドラを使っていきますね。この辺でカットかなり綺麗にできてると思うんですよね。自分で言うのもなんなんですけど、こんなような枠にイエティを通していくというところですね。で見てもらいたいのはここに入った時のイエティの、やられ方を見てほしいんですね。まあ序盤のサイドカットかなりうまくいってると思うので、まあ、イエティを中心にもう流し込む準備は万端というところだと思ってたんですよね。まあ個人的にはもう大砲も壊してイエティがもうそれようがない状態を作ってここにイエティを流し込んでいく、ヒーラーのスイッチっていうのもイエティにしっかりとこう入っていって、でジャンプの中にイエティが乗っていくんですが、この辺からですねイーグルの着弾ないしは投石機のダメージ、さらにはちょっとこう止めますけども、これですねインフェルノタワーからのアタックを両方からこう受けていることに加えて、起動してもこのギガインフェルノからのダメージも入ってくるんですね。なのでここの時点、ここのポイントでものすごいイエティとミニエティがやられていくんです。それをちょっと見てほしいなと思うんですけども、これアイスゴーレムの援軍つっちゃったんで、そこでまずイエティの足が止まり、かつ、放出されたミニエティたちがどんどん今マルチ施設によって焼かれてたの分かるでしょうか。なんでイエティこれ全部落っこっちゃったんですけど、ほとんど仕事しないですよね。もうこれだけの施設しか壊せなかったっていうところが、まあ、今回、私の、まあ、失敗の大きなところなんですけど、ちょっとこれもう一回ね見てもらいたいと思います。低速でどういうやられっぷりしてるのかをちょっとよく見ながら、じゃあどうやったらそこをですね改善できるのかっていうところに関してのまあ考察もしていきたいなというふうに思います。まずはオデヒーですね。オデヒーでしっかりと12時削り、ライドラで9時削り、もうイエティがそれようがないような環境を作っていってるはずなんですけども、まあそれはしないんですね。それはしないんですけど、まずはボムタワーの落下ダメージというか、まあ、破壊ダメージで傷がつき、イーグルの着弾も入り、インフェルノからのダメージ、投石機からのダメージガンガン受けまくっていると、ここですよね。受けまくっていて、ミニエティがまあ放出されてるんですけども、若干オーバーキルもしながら、でもそれでもまあ前には進んでいってます。でここですね、ここクエイクを落とすことによって起動したギガインフェルノからのダメージも相まって、一気にここでマルチの施設からのダメージ受けまくってるの分かるでしょうか。こんな感じミニエティもマルチに焼かれちゃ、マルチインフェルノに焼かれちゃってますよね。で、これですね、だいぶ、ここで一気にイエティとミニエティが傷つきまくってしまい、イーグルの着弾もさらに受け、で前に進んだ瞬間トームが一瞬遅かったんですね。このインフェルノ、ギガインフェルノの破壊ダメージで一気にイエティが落っことされたところに、さらにマルチインフェルノがミニエティをこう焼いていくという、もう完全にもう丸焼け丸焦げの料理されたって感じですね。やってしまったというところで、今回の私の、このアタックには大きな失敗点が2つあると、まあ、自分では思っています。ちょっとそこをですねもう一回見てもらいたいと思うんですけども、一つはですね、あれです、トームのタイミングが悪かったっていうことで、もう一つはレイジの場所が悪かったっていうことですね。なんでまあそうなっちゃうのかっていうところもあるんですけども、まあ、それ私がちょっとねマルチ施設だったりの破壊力を侮ってたってところがありますね。イエティは中心に入れさえすれば、この形を作って中心に入れさえすれば問題ないと思ったんですね。でも違ったと。もうすでにこの状況でかなりダメージ、マルチのダメージが入ってるの分かりますよね。イーグルの着弾、投石機、ウィズとダメージが入っちゃってるんで、一つ目はここにもうレイジ打つべきでしたね。少し浅めに。でヒーラーの回復量を上げておくべきだったのが一つある。またこれヒーラーがレイジ入ってないんで、イエティの被ダメージの方が大きくなってますよね。で、さらにここ、相手のアイスゴーレムと当たったところで、たまらず私これフリーズを打っていってるんですけども、クロスボウ2機プラスマルチインフェ2本プラスイーグルの着弾が入っちゃってるんで、だいぶイエティが傷ついてると。で、グランドウォーでのトームが遅かったんで、ここでもイエティがやられちゃってる。結局、このいろんなものを温存しすぎて、イエティたちの体力管理が全くできなかった。レイジ深めの、トーム遅めみたいなところですね。これをワンテンポ早くしてダメージがもうかさむんだったら、必ずトームはギガインフェルノの爆破ダメージとかに合わせるとかいうことは考えすぎずに、少しだけ前に打っておくっていう、まあ、そういうですね、早めの対応をするっていうこともやっぱり大事になってくるんだなってことを思い知らされました。
やっぱりですね、今回もう手前側ここですよね、ここに高火力ゾーンがあるんだから、レイジはその少し手前側に打っておくっていう、まあ、この辺だからレイジを打っておくっていうことですよね。この辺に打っときゃよかったんですね。それを少しこっちにずらしちゃったことによってだいぶユニットたちがやられたという点は否めなかったですね。本当にまあ、悔しいというところです。ぜひぜひですね、同じ失敗皆さんしないように、どこに高火力帯があるのかっていうところはしっかり見極めて、レイジの呪文等々は使っていってもらえたらいいと思うんですけども、最後、じゃあ成功例ですね、それはどういうふうに違うのかっていうところを見てもらいたいというふうに思います。あなたさんのアタックですね、これどんな感じのプランかっていうとですね、グランドウォーデンのおでひでもって、ここをこう削っていきますね。で、こんな感じで削っていきます。でこちら側にはイエティを使ってサイドカットしていきますね。ここですね、イエティでカットしていって、で最後、ここに主力のイエティをドカンと流し込むっていう、まあそんなようなね、プランニングになっているんですけども、さてここまで非常に綺麗ですね。ウィザードなんかもしっかり使いながら、グランドウォーデンでの削りが時間かかりすぎないように調整しているのがわかるかと思います。で、ここからインフェルノタワーを狙ってさらにグランドウォーデンを進めていくというところですね。イエティを使って、3次側の削りもバッチリです。でミニエティが援軍つっちゃったんですね。ちょっとこれ不幸だったんですけども、焦らずしっかりこれポイズンを使ってネクロマンサーを処理、していくのがお見事ですね。まあ、それができてくれば、グランドウォーデンがこのままここで落とされることはないので、しっかりレイジを使ってさらに、オデヒーパートでの破壊、サイドカットを早めてますね。このインフェルノをしっかり追っていこうという狙いがわかります。でここで、イエティたちを一気に出して、ここからボーラーも出して主力パートの登場というところになっていきますね。でヒーラーたちの動きもちょっと一緒に見てほしいんですけども、これですね、浅めにこれレイジ打ってるの分かるでしょうか。レイジ浅めでここにヒーラーが素早く入っていって、一気に、回復量を上げて、この高火力帯突破していきます。さらにトームを今打ってますよね。このタイミングでレイジトームがかかってるんですよ。分かりますかね。ここにユニットがいる時点で、ここにレイジとあとはトームを使ってるんですよね。ここでギガインフェルノがここにあるので、ここですよね。そこに到達する手前で今両方ともやってたんですね。こうすることによって、この超火力帯でユニットがやられずに、さらにヒーラーの回復量もそのままレイジにノリ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 して、どんどんどん高いまま後ろから回復していくと。でこうなっていくと、もうイエティが止まんないんですね。ガンガンイエティが回復されながらガンガン押していくということです。まあ、ミニエティが1箇所で大量放出しちゃうと、当然それオーバーキルにもつながってもっとないことになりますんで、なるべくだったらイエティのそのミニエティ放出っていうのは、まあ、順々にこうされるべきなんじゃないですか。でそれをするためにはやっぱり早めのレイジやトームを使うことによって、イエティたちが奥に行くまでにやられないような環境をしっかり作っていく。でそうすることによってしっかりと、イエティが最後ここにも生き残ってますよね。こういうふうに、まあ、このような環境を作れるわけですね。まあ、非常にお見事と言わざるを得なくてですね、もうすごいな、言わざるを得ないって言い方失礼ですね。自分の味方なんで、何を言ってんだって感じですけど、非常にお見事ですね。イエティの使い方っていうのが本当にうまいなっていうのが、私とのそのアタック、私のアタックとの比較で、よく分かってもらえると思います。まあまあ、ついついですね、本当悪い癖なんですけども、私の、その、デイジやトームをギリギリ、まあ、クイーンのクロークなんかもそうなんですけど、ギリギリまでこう粘っちゃって、結果的に、機能しないところで呪文やね、能力使わされるみたいな、よくやってしまうパターンなんですが、それはやっちゃうと、今の私のそのイエティみたいな感じの失敗につながっちゃうんで、ぜひね、そこは注意して、同じような失敗を皆さんしないようにですね、私のアタック参考にしてもらえたら、いいかなというふうに思いますので、よろしければぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。はい、というところでね、本日の動画終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。